7人組ダンスボーカルグループ B、ファーストのソータが九州、沖縄地域の NHKE テレで放送されているダンス番組、ゾンタークー踊りの星、毎週木曜後7時45分にゲスト出演することが決定した。7月27日、第13回と8月3日、第14回の2週にわたって出演する。写真優しい笑みを浮かべるソータ同番組は、 踊りのない星、ゾンターク星からやってきたゾンとタークがダンスの楽しさや魅力をさまざまな映像で発信。福岡在住のダンサー、ダンスインストラクター、コレオグラファーのユリナシア率いるダンススポット、J アベラブのメンバーがダンステクニックを教えてくれるコーナーや、九州、沖縄の路地でダンサーがパフォーマンスを披露するコーナーなど、ダンスの魅力が詰まった15分番組となっている。 ソータが出演するのは、ゾンが注目アーティストにダンスについて根掘り葉掘りインタビューするコーナー、ゾンルーム2000。ダンスの世界大会で4度の優勝経験を誇るソータが、プロのダンサーを目指したきっかけや、子供の頃から積み重ねてきた意外な練習法などを明かす。さらに、子供たちに向け、身体の一部を強く弾く技、ヒット、オデンジュ。 世界からも注目を集めるソータの貴重なレッスンは必見だ。放送終了後2週間は NHK プラスで見逃し配信予定。